はい、今一回会場を離れて江坂まで行ってまた戻ってきました。携帯のバッテリーがもう完全になくなって、急いで江坂のドコモショップで充電だけしてきたんですが、一個充電ケーブル挿してたのに充電できなくて余計な時間がかかってしまって、結局1時間ぐらい往復するのにかかっちゃいましたね。でしかも今この撮ってる携帯がバッテリー残量 7% ぐらい、まあ帰るまでは多分持たないとは思うんですけど、とりあえずなんとか乗り越えたいと思います。というわけで多分帰りにレポートは撮れないと思うんで、家帰ってからかどっかで泊まるのかちょっとまだ分かんないですけど、その後になりそうですね。はい、というわけで一旦ここまで。はい、ではバンズショックレボリューションビジュアル祭り2019終わりました。10月13日です。実は最後の2組見れてないんですよね。最後爆落と桐生だったんですけど、携帯のバッテリー切れて携帯ショップ行って充電しに行って消えてないです。結構両方とも、まあ、聞きたかった方ではあったんですが、まあしょうがないか。この後いろいろやろうと思ってたりとかしてたんで、あと思った以上にバグラムも桐生も時間使わなかったんですね。他のメンバーと一緒で30分30分っぽかったですね。てっきり45回1時間くらい使ってくるもんかなと思ってました。なんかちょっと別の公式サイトじゃないとこだと思うんですけど、終了デーが7時になってたんで、まあ、そんなもんだんだろうなと思ったら今6時ちょい過ぎぐらいかな。今が6時15分ぐらいなんですけど、この時点でもう終わってるっていう。早いな。下手すると8時とか9時とかになるのかなと思って、それぐらいのつもりでいたんですけど、6時ちょい過ぎなんで全然終電とか関係なしに普通に帰れますね。なんでドラクエウォークをで近畿地方限定のモンスターをゲットしたりとか、万博公園のクエストを拾ったりとかしたかったんですが、バッテリーがないので諦めて帰ろうと思います。まあ、今後大阪に来る予定がまだないんですけど、多分大阪ならそんなに近くないんでね、まあ、何かしらのきっかけで来ようと思えば来れると思うので、まあ、今回はそのまま帰りましょう。で次回来るときは予備バッテリーとかいろんなものをたっぷり用意して来ようと思います。はい、というわけで一旦今日はここまで。バイバイ。